ボルミオは、イタリア共和国ロンバルディア州、ソンドリオ県にある、人口約4100人の基礎自治体。あったカは最上流部に位置する町で、温泉地として、またスキーリゾート地として知られる。長域の北をスイスとの国境線が走っており、ボルツァーの自治県へと越えるステルビオ峠の南西陸に位置する。ソンドリオ県北東部に位置するコムーネ。ティラーノから、 北北東へ3 2トル、県とソンドリオから北東へ5 0キロメートル、メラーノから西南西へ6 4トルの距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。b ーはボルツァーノ自治県所属。CH はスイス領で CH グレーンはグラウビウンデンュンン州所属を示す。イタリアの地震リスク階級では3に分類される。 この地の温泉についての最古の文献記録は、東五島王国に仕えた6世紀の外交官、文筆家カッシオドルスによる書簡である。カッシオドルスは、東五島をテオダハドに当てた、この書簡の中で、温泉の効能を称えている。中世、ボルミオの町は、バルフルバ、バルディデントロ、リビーニョといった、周辺農村を支配地域としていた。世紀から世紀にかけ、 コモヤクールの司教がこの地域をその権力の下に置こうと試みたにもかかわらず、ボルミオは独立の地位を維持した。その後、コモ司教の支配下に置かれた、ボルミオであったが、1377年にマグナカルタでレリベルタ暴民ー,ーが出され、自治権を回復して、重要な特権を手にした。ボルミオのポデスタが、より高い権力の代理という名義で権力を握った。ボルミオは、 ベネツヤと北ヨーロッパを結ぶ交易路の中心としてその戦略的な位置と輸送される商品に課すことができた関税によって経済的に栄えた。1400年にはボルミオの町の人口は5000人ほどを数え、市内には32の塔が建てられた。ボルミオの町とその周辺地域を指して古くからマニフィカテーラあるいはマグナテラディ、ボルミオイホノラテ、 バリという表現が用いられているが、これは自然地理的な意味のみならず、外の地域に対し自主性を維持してきたことの誇りを反映している。ボルミオの反映は1487年、町がグラウビュンデンの包囲を受け、強力な三同盟と協定を結ばされることによって終わった。ミラノ公国のスフォルツ家は三同盟に対し、ボルミオに義務を課すことを承認している。 注目されることに、1495年から1499年にかけて、ボルミオのポデスタを務めたギアン、ジャコモ・ビスマラは、ミラノ公国の騎士に助せられ、数密顧問館となっている。その後、ボルミオは、ペストや政治的、軍事的実力の低下に見舞われ、1512年に、三同盟の保護領になった。ナポレオンの時代には、チザルピーナ共和国に並行され、 コンタードとしてのボルミオの独立は終焉した。その後はロンバルディアの他地域と同様ハプスブルク家の支配下に置かれその後イタリア王国に統一される歴史をたどった。第一次世界大戦では当時イタリア王国とオーストリア・ハンガリー帝国の国境であったステルビオ峠が戦場になった。ステルビオ峠上のチクパスソデットステルビオが分離集落とされている。 また、ボルミオの市街は、コンボ、バグリオ、ダシリ、マジオレ、ドスロウビナの地区に分けられている。広域行政組織である、山岳部共同体、アルタ・バルテッリーナ山岳部共同体の事務所所在地である。アルタ・バルテッリーナ山岳部共同体には、以下のコムーネが属している。バーに別期のパノラマ露天風呂温泉や巨大な、スキー施設がある複合リゾート地として巧妙である。 温泉地として古来著名であり、ボルミオの温泉はローマ時代に遡ると謳われている。バーに別記には一世紀に作られたとされる洞窟を利用した浴室がある。歴史上の著名人では、レオナルド・ダ・ヴィンチが1493年に、ジュゼッペ・ガリバルディが1859年に、この地を訪れたという。街の中心にボルミオ・テルメと呼ばれる温泉センターがある。また、 街の北のバーニ・ディ・ボルミオ集落には、バーニ・ベッキ、バーニ・ヌオビと呼ばれる施設があり、2016年現在は、QC ーーテルメグループが経営に当たっている。バーニ・ベッキは、アルプスの山並みを一望しながら入浴できる、パノラマ露天風呂が名物で、このほか多様な風呂が提供されている。ボルミオテルメの効能は、帰還支援、婦人科疾患など、 バーニリ・ボルミオの温泉は、呼吸器系疾患、リウマチ、通風、新陳代謝に効能があるとされている。ピスタ・ステルビオ夏でも雪の残る、この地は、スキーリゾート地としても著名である。ボルミオのアルペンスキーのコースピスタ・ステルビオは、約1000メートルの標高差と、約3000メートルの距離を持つ。アルペンスキーワールドカップにおいて、格好競技が行われる。 競技場の一つである。ボルミオでは、以下のようなアルペンスキーの競技会が開催された。ステルビオ峠は夏スキーのメッカとして知られる。この地方の料理はボリュームがあることで有名とされる。特にバルテッリーナの名物料理として挙げられるのが、ピッツオッケリである。蕎麦粉を用いたパスタ料理であるが、チーズやポテトを絡めた、こってりしたものである。SS38 は、 セルニオボルミオ館に高規格の振動が建設されている。ありがとうございます。